山岸愛理は、埼玉県生まれの気象キャスター、気象予報士、声優、ラジオパーソナリティである。文化女子大学短期、大学部生活造形学科卒業。ウェザーニューズ所属。愛称は、アイリン。相当なダジャレの使い手。特定のキーワードに反応して、ダジャレを発する。師匠は、北勝予報士。コスプレ好き。 お帰りメール等の写真付きサービスでコスプレを披露する。デザイン学科を卒業しており、絵が上手。数々のキャラクターを生み出している。無類のアニメ好き。著名なセリフを番組中で流用することがある。ある特定の興味ある対象を推しとして、ひいきにする。対象が、グループの場合は、箱推しとして、グループ全体をひいきにすることがある。 特定のキーワードを、ただ言いたいだけとして、押すことがある。ツイッターやブログで取得を公表している、四角過去、ウェザロイドタイプ、AI リは、ウェザーニューズが運営する、番組内に登場し、山岸愛理が声を担当するキャラクター。本校では、以下、ウェザーロイドと表記する。出展、現在過去まどもアゼルアイリーンは、 ソリブスターにて進行を担当し、山岸が憤するキャラクター。本校では、以下、マドモアゼルと表記する。山岸の友人という設定で、山岸がマドモアゼルと同一人物と認めることはない。一方で、マドモアゼルはテンションが、一定値を超え暴走を始めると、同一人物であると認めることがある。双子座より、流星に乗って地球に来たと主張している。 ソリブスターマドモアゼルアイリーンは登場時期によって衣装が大きく異なる。衣装ごとに分類し、以下に出演番組を列挙する。初代白いブラウスやショールが印象的なスタイル。星型サングラスは初回より確立。頭部にレディーガガ風の大きなリボン、またはアンテナ状のカチューシャを装着する。第二世代赤いフランス軍服系衣装。 頭部の光るカチューシャは、この時期に確立。第三世代ジロとピンク、ゴールド。ラメ入りの豪華な衣装。本人に湧く寝巻き。第四世代ジロとピンク、ゴールド。黄金セイントや、桃色クローバーゼットを彷彿とさせる鎧に、金の王冠を装着する。ラメ感は少なく、第三世代のものより着替えやすい模様。 ソリブスター以外ウェザーロイドアイリに関するカテゴリー、ありがとうございます。